おはようございます。釣り子 TV です。デプスの巨大なルアーということでサイレントキラー250、これをですね一つ買ってきてみましたよ。いやー175が使うことができたら、まあ釣ることができたらトライしてみたいないつかは、なんていう風に考えていて、まあ買ったことなかった、初めて買ったルアーなんですけども、先日ですね175を使っていて、で、あ、もうちょっとだけ、もうちょっと大きいの投げたいななんて思う瞬間がですね来たんですよね。まあなかなかね琵琶湖とか、あとはまあちょっとそういったね聞くところに通い込まないと欲しくならないだろうなと思ったんですけども、なんとなんとですね、いやもうちょっと大きいのを投げたいななんて思う瞬間がありまして、そんでちょっとね一つ買ってみたという感じなんですね。でまあ何してもでかいですね。でカラーはですねピンクバックっていうカラーを買ってきました。じゃあ早速ですね開けていきたいと思います。はい、ダン、かーねえ、こういうケースに入ってるんだな。いやーちょっとデロンと、ね、ケースがでかい。はーい、登場しましたサイレントキラーの250。はー、こうなってるんだな。ちょっとすごいですね。あー、革で覆われてますね。いや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 、立派もこんなね、でんごっついリップがついていてね、この顔周り、そしてフックがね、最初からフェザーのついたフックで、まあまああんまり曲げられることはないだろうっていう強力な針がついていますね。しっしりきますね、手にね。このなんかちょっとでっかいものが動くのにちょっと反応しちゃう、気になっちゃう魚、そういった魚を狙えないかななんて思ってですね一つ買ってきてみたわけなんですが、ケースの方にですね、あ、こんな感じでいろいろ説明が書いてあるのでちょっと勉強していきたいと思います。巨大バスを狙い撃つ弩級のマグナムベイトということで、これフローティングモデルですね。で長さがまあ250っていうだけあって、250mm だよということで、ウェイトがですね6オンスクラス、6オンスってまああとでちょっと測ってみますかね。でサイレントキラー250はあくまでも巨大魚を取るためだけに開発されたマグナムサイズのビッグベイトです。ソフトシェル硬質コアのコンポジットボディによるリアル波動と 250mm の大質量ボディが放つ凄まじいまでの集魚力でその水域に生息する、レコードクラスを狙って取る異次元のモンスターハンティングを可能にします。フローティングモデルサイレントキラー250はサーフェイスから 1.5 メーターレンジを力強くリアルな波動を伴ったウォブリングで誘い、デッドスティッキングにも対応、70センチアップのバスさえ夢や幻ではない時代が、そしてそれを追うハンターたちの過激ともいえる要求が生んだ新機軸ビッグベイト。使い手を選ぶ弩級のサイズと重量を誇るサイレントキラー250は記録級サイズだけを追う過酷な巨大魚ハンティングにおいて確かな答えを得ることができる唯一無二の存在となるはずです、ということで特徴がいろいろ書いてありますが、まずボディフォルムはですね、力強く生命感あふれる波動を巻き起こす大数量 250mm ボディ、そのインパクトは凄まじく、レギュラーサイズのビッグベイトや他のルアーにはチェイスすらしない状況下において、ビッグバスが枠よりチェイスする驚異的な集魚力を発揮します。で、ポリカーボネートワイドリップ、対衝撃性に優れたポリカーボネート製リップは
浮遊物をかき分けて泳ぐ障害物回避能力を高めたワイドなコフィン形状、先行振動を保ちながらしっかりと水を掴んで250ミリのビッグボディに力強い波動を与えます。で、トラブルレスバンパーフィン、この下のやつですね、ボディやラインへのフック絡みを軽減しながらヒレをイミテートするトレブルレスバンパーフィン、キャスト時着水時のトラブルを抑えストレスなくキャストを続けられることはミスキャストが命取りとなるビッグベイトゲームにおいて大きなアドバンテージとなります。フェザーフックですね。フックをカムフラージュしヒレをイミテートするフェザーフックを標準装備、わずかな水流にもリアルになびく自然な揺らめきはスローリトリーブはもちろんデッドスティッキングにおいてもナチュラルにアピールし続け、フックの存在を嫌う狡猾なモンスターを欺きます。サーフェイスリトリーブ、大質量ボディによる強い水流を伴うサーフェイスリトリーブは水面をもがく大型ベイトフィッシュを演出することで植生を刺激するとともに水面をかき乱しながら大きな引き波で存在感を見せつけます。ワイドリップがウィードや浮遊ゴミをかき分け、スナックレスカバーに周りを攻略した威嚇を伴ったバイトを誘発します。で、使い方で、デッドスティッキングね、リアルなディテールとフェザーフックのナチュラルな揺らめきに加え、ビッグボディによる圧倒的な存在感で誘うデッドスティッキングはレギュラーサイズビッグベイトのデッドスティッキングでは反応しないビッグバスの闘争心をかきたてバイトへ導くことができます。で、サブサーフェイスリトリーブ、クランキングによるサブサーフェイスリトリーブでは最大約 1.5 メートルのレンジをトレース、湖面に波立ち、サーフェイスではアピールが難しい状況下やサーフェイスにはできらない狡猾なビッグフィッシュをリアクションバイトに持ち込む高い効果を発揮します、というようなことがこの裏に書いてあります。でね、新しいあのサイレントキラーはですね、このボディがですね、あの ABS 樹脂のものに変わっていたりですね、中にこうスプリングウェイトが入っていて、こうボヨヨーンっていうちょっと波紋を出したりとかね、そういったことになってるみたいなんですけども、自分がね、買ったのはね旧型モデルということで、でもこれ多分使われてないやつだよな、すごい綺麗なんですよね。でピンク色欲しかったやつがあったんで、でまあ何に使うかっていうと、ね、シーバス釣りね、あれでちょっと餌がね大きければ大きいほどいいっていうのがね東京でもたまにあってですね、まさにね、まあでもちょっとねよっぽど状況が合わないと、そうは言ってもねなかなか、釣れる釣れないはあるんですけども、ただ準備はね、しておいて、通常はですね、12センチ13センチぐらいのミノーでまあサーチして、まあ、ただね例えばメガドックであるとかいったでかいね、餌によく反応する状況で、逆にその食い頃のですねサイズのミノーがやったらバイトが出ない時とかにね、まあなんていうんですかね、逆の発想でこうルアーを小さくしていくっていうより、シーバスの場合大きくしていったらすごい効くなんていうことがよくあるんですよね。まあブラックバスでもあるのかもしれないんですけども、自分の場合はですね主にまあシーバスで、例えばジョイクロの178よりマグナムの方が食いが立つっていうか当たりが多いね、そんな瞬間いくつか感じる時があって、でそんな時まあ大きいなとか思いながら、サイレントキラーの175とかですね、投げ込んで、まあ、釣ったりしていたんですけども、まあよく釣れるね。でサイレントキラー175だと結構60センチ前後のねサイズまでね反応してきちゃうっていうことで、もしかしたらそんな一番ありがたい状況の時に175じゃなくて250があって、それを投げ込んだら80とかね、まあ目標はね95アップとかですけども、そういった夢のサイズにですねトライできるんじゃないかなと思って、まああとはですね、もし琵琶湖とかですね行く機会があったら、
奥村社長のね、動画とかでいつもね何回もリピートして見てますけどね、これにまあ、これの新しいモデルかもしれないんですけども、巨大なマスがパカーってね食いつくってね、あんなシーンね見たらね、一応ね積んでいきたいじゃないですかね。なんかもしかしてそんなね、時に合わせられたらなんていう感じで、ちょっと一つ買っておきたいなと思って今回ですね、購入してみました。じゃあねちょっと重さの方ね、6オンスって何グラムだろうってね、ちょっと測っとこうかな。はみ出ちゃうな。はい、ゼロ。およそ 163g、 163.3g って出てますね。あー、6オンスです。100、そっか、今ね使ってるロットが 150g までだよって書いてあるんで、まあ緩やかに投げればな大丈夫かなと、糸太めのを準備して、前ずっと投げるわけではないと思うんで、その何回も流し直すうちのこの流しとか決め打ちでちょっと試してみようかなって使い方になってくると思うんで、ただねこの手のルアーが多くなってくるとね、なんか1本ねジャイアントベイトロッドみたいなのもなんか欲しくなってきちゃいますね。あんまりねブラックバスではやったことないんですけど、もしかしたらね亀山とかね、あとは千葉県の今オープンしたばっかりのまだ比較的無垢なバスが多いね、新規オープンのリザーバーなんかではね効くかもしれないですから、まあ、バスでもねちょっとチャンスっぽい時があったら投げてみようかなってね。でまあこのスライドスイマーじゃなくてサイレントキラー買ってみたんですけどね、このリップがね障害物をゴミとかを避けてくれるよって、ズイズイズイってこうね、これがブルドーザーみたいにこう避けてくれるよっていうことなんで、これがねちょっとそのやってるこの白パターンなんかにいいんじゃないかなと思って、っていうのがですね、S 字形のこういうリップがないルアーを使うとですね、ぬるぬるぬるってこう違和感なくそのこの白の群れの中に突入していってですね、挙句の果てにこの針にですねこの城がかかっちゃうんですよね。グサッて。で、ビビビビビ、ベン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 って感じで、この城がたまに引っかかってくることがあるんですけど、ゴミっていうよりも、この城よけにいいんじゃないかな、この巨大リップは。なんて思ってですね、サイレントキラーちょっと選んでみたんですよね。この巨大リップにびっくりして、こう、この城がわーってね、逃げろーって感じで、避けてくれて、キラン、キランとかね、アクション入れて、この城をどかして、その真ん中にこれがボワーンってね、こんなのが浮いてたらたまらずこうランカーシーバスがね下からパカーってね食ってくれるんじゃないかなというストーリーをですね頭の中で考えて、これ買うっきゃねえなと思ってですね一つ買ってみました。またねブラックバスでもちょっとタイミングでいけそうな時とかもちろん投げてみますが、まずはですね多分シーバス釣りでねちょっと大きなルアー投げたいななんていう時に試していきたいなと考えております。というわけでですね、本日の釣り子 TV は、デプスのですね、巨大ルアーサイレントキラー250ね、動画ではいっぱい出てるねギラギラ攻撃とかね、あれ今年間に合えばね投げたかったですけど、まだあれは発売されてないので、まだ現行の中で結構ねデプスのルアーの中では最大級のサイズになってくるんじゃないですかね、サイレントキラー250、これを一つ買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。